一気が後気味になったっていうね。さあゴムネロに対して出てくるもうクレリーズ、でこれでいきなりキャラ返してミヤコが出てくると、ひどいプレイヤーだな。いや俺の敵も取ってくれよ、負けた。いやあれじゃないけど、いやあそこの後ろにいるやつに負けちゃったからさ。さあ2位からしっかりゴムも取っていき、最近ゴムハーフ練習中だよ。じゃあ投げ物締める、3800。さあいつファイルだから、これガードしている竹でいいんじゃないの、ごめんちょっと多分竹だと分からっちゃう。ああいうの打撃投げだからね。さあネロが神足に押し込んでなかなか出れない、暴れかったのはリーズ。おっと美味しくいただいて空投げまで締める、ファイルからあれウェルパス虫投げ来るのが良かったんじゃないのあれ。さあ2ビルあったんだがこっちは2段でした。美味しくいただいて1本取ったのはゴムネロ。なんであれ2段なんだよ、死んじまえよね。えなんかね、ああいうかけるね、プレゼント系がね、だいぶ新技になってるからね。ほんとだよ。ああ、そっか。ローリスク、ローリスク、なんかね、ハイリスクすぎて困る。しかも、リターンないし。さあ、これ反対だよ。リーズが反対側で。なんで、だけ、投げ投げ。おい、連鎖がうるさい。連鎖。てかあのコンボうまいよね。さあ連鎖の叫び声が響く、ここはビッグワンじゃないですよ。あとは言ってる俺も結構ねバグマックスの中でうるさい部類なんで、とにかく言えないんですが。さあリーズがオラオラしている、間違えた、でも成功している。さあこれはうますぎる、いい判断。なんでネロ使いこの判断がうまいんだよ。ネロ使いね、なんか知んないけどね、立ちぐらいにしゃがみぐらいに対してジャンプ B に2段目当たってから 5B3C でつなげられるっていう、まあ、多分他のプレイヤーでは多分できないようなセンスを持っている。さあ1ファイルパーしたが A 獣に邪魔される。さあネロがダメージに押し込んでしか獣をいろいろ置いてくる、ウェルッと刺さってしまうが、これはネロがヒートしてやりたい放題、勝ち出して投げ、これはね結構見えないんです。なんかあのデビさん曰く声でわかるらしいですが俺にはわかりません。さあネロがガードしている、珍しい。あーこれは痛いか知らない、知らないからっていう、なんだそれ。あーパイルが当たってしまう、ウィルパスマシャのパイルグ食らって勝ったのはオクロリーズ。早かったんだよあれ、あのパイルウィルパスマシだからさ当たっちゃダメだよ。ということでゴム実況に変わります。え嘘だ、いや味方、まあいいや、鹿田さんのまあいいや、遅れのリーズと鹿田さんの宮子フルムーンスタイル同士、まあ味方チームの実況だけどいいよね、うん、よし、はい、これ最終試合決勝戦。え何、あ、そのレウィンの、そっか、殺してくれ。はい、さあ立ち回り固め入って、さあ2回シールド取って何もしない。さあコンボ、いやこれまあいいや、味方が攻撃された時は実況しないでおこう。よしコンボいいよ、はい、よっしゃ、はい、おい、はい、おい、はい、おい、はい、投げ投げ3000近くで、で置き攻めなんかちょっと、いや大丈夫これ、痛くも痒くもない。さあ意味もなく勝利して、画面が中央に移って展開がどんどん変わってきて、端に追い詰める、切れっぱかりからコンボいけないけど、
ゲージマックスになる宮古、ちょっとガードが逆になってピヨッタか、コンボがどんどん減るのか、フル宮古、さあコンボ伸ばして受け身しない、さあシールド取ってちょっと遅いか、直がしっかりコンボを最後まで決め込んで KO、 よっしゃ勝ってくれ。一本選手宮古で攻撃、はい、リーゼガードして、さあ固めに行く、投げからいつものさっきもやったコンボをもう一度、さあ同じダメージが出て逃げたいところだが、宮古から逃げるにはちょっと一苦労か、さあ立ち回りが少し戻ってお互い均衡した、さあ宮古、さあどんどん切り替わってく、お互い接近戦キャラだから多分、さあいかに押し込むか、そう暴れつぶし、逃げからカウンターから、さあコンボ火力が高い、死ぬか、さあダウンを取ってこっからが西、さあ空中投げ、ネブラが新しくなってから空中投げのフレームが遅くなってあんま見らんなかった、今みたいな空中投げだけど意味わかんないね。よし、はい、レンさんは死ぬ、鹿田さんの勝ち、終わりだよ。さあレンさんは宮古だっけ、さあこれ結構やな戦いだよ、あ色、さあ第一ラウンド選手はレン色を先に取った、最悪だよ、何そっち誇らしげな顔してんだよ。さあスタイルの違いが現れるか、黒いカラーを選んだ鹿田さん、さあ立ち回り、早速画面端を追い詰める、さあ嫌がった、ああそうコンボ、さあコンボそれでも十分減るんです、クレセントでも4000、さあシーザーリッパー直が間に合う、さあリバースビートかかりまくってる、さあ危ない、安くなるか、ならないならない、さあガクラからしっかり入れ込んで、さあバグ正解にして、ダッシュが止まらない、止められない、クラッチャー投げられる、さあじうん優しい、さあこっから逆転したい、さあお互い同フレームの JB 相打ちになって、さあニュートラルポーズで様子見して、そっからコンボ、さあここでフルとクレの力が現れそうだったんだけど、さあ解放して切り返して、こっちのゲージはたくさんある、さあ見計らって、さあ超様子見している、さあ来るだろう、あーっとしない、結局一回もしなかった解放、さあコンボ時間も少なくなってきて、見えない、あー大丈夫まだ勝てる、勝つんだむしろ、仕方ない、思い切ってゲージためにいった、さあいい戦いだと思う、よしタコもいけないで立ち回り、あーおーなんか空中大サーカスみたいになってる、あーおーっとー逃げて、さあタンク逆転する、さあ画面端どんどんあっち行ってこっち行って、さあ食らってしまったのは、さあコンボいけないけど、うまく立ち前に戻ってうまいぐらいタクってく、暴れてるし、しっかりコンボ入れて、さあクソ暴れてるぞ、さあ3戦勝利で両強を有利にして、もう一度コンボ、さあこれ置き攻めが出た、お得意の、さあこっからコンボ、しかもこれは減る、さあ、あっと、よっしゃ、捕まえて、さあ、殴りに行く、さあ、技の振り方が勝負、動きません、さあ、バグってもしっかり勝ってる、すごい、借り方して、さあ、このまま決め込むか、さあ、ダウン奪って、さあ、解放、一進を重ねていたが、しかし、さあ掴められない、技の振り方
一回一回この一回JB あーさあ味方の鹿田さん負けちゃった。レンさんの勝ち、レン遅れチームが優勝していいんだよね。じゃあ実況終わりだよ、ね、これどうすんの、もう